それとあとね、私1年半ぐらい前に YouTube やってましてね、ホームページからも出るんですけど、私は佐野っていうの獣医師さんで YouTube で検索してみてください。そうすると佐野っていうか、まあ、何気ない佐野とかっていうのがあるので、そこをクリックしてもらうと、まあ、ホーム動画再生リスト、いろんな動画で治療風景が出るんですけど、真ん中にも再生リストをクリックしていただくと、各動物を見てしまう。カメさんの話をやってますので、できればそれ見て参考にしてもらえます。それともう一個、治療とは関係、カメのことは関係ないけど、下の方にしつけの基本というのを教えてます。で、そこにカメさんも使えるから、できればしつけの基本、そこはできるんだけど、カメのところは、マンボウが5、6本されてますけど、水がめのことと水がめのことを両方されてるので、まあ、水がめのところを選んで、また何かあればご覧ください。はい。実は予約はね、ないですから、来た順番に見てます。はい。で、水曜日はすいません、休止ですね。休止水曜日、あとは毎日やります。はい、すいません。予定書がこんなところで。はい、すいません。口の中残ってるでしょ、おいちゃん。もう一個、あの子の声。あれ。ん？あれちゃん、その文法機の上に。れちゃん、れちゃん。12時までだから、12時近くに行った方が、仕事少し時間少ないかな。昨日より口動かない。そう。これ打ちました。体は動くのに、なんで口動かないの？チータは 何グラム食べれた？あ、うっちゃん。あ、一本終わって、あれ終わり？終わりだ。なんと何グラム食べれた？何グラムで何センチ？160グラムで125センチ食べた。まだ残ってるの？あ、チータって1本残ってて、もうあげてくれました。あ、私一切触ってないけど、ここに置いといて。まだ残ってるの？チータ、これやっちゃった。これ、僕やっちゃった。いや、自分は浅い。ここに置いといたらいいの？水も飲まんの？さおちゃん、水も飲まん。食べないんだったら、チーズでやるよ。チーズで用意して。はい。もう休憩。